懐かしい滋賀が映像でよみがえる懐かしが。これは1973年4月27日に起こったゼネストの映像です。ゼネストとはいろんな業種が一斉にストライキを起こすこと。まずは国鉄、電車は一本も走っておらず、駅はすっからかん。さらに首都欠航中の文字が。バス停で来ないバスを待つ人たち。道を見渡すと車通りは少なく、もちろんバスは走っていません。さらになんと学校まで。生徒たちは視聴覚室で自習をしているのでしょうか。教室にもグラウンドにも人の姿はありません。最後は一般企業の様子。鉢巻きを巻いて典型的なストライキスタイル。今では少なくなった光景ですね。